さんハビーですか？オンライン看護学院のハルです。私は看護師をしながら医学博士を修了し、今は YouTube や Instagram で教育活動を行っています。本日のレクチャーはこれだけ呼吸不全ということで、皆さん呼吸不全って聞くとちょっと難しいイメージあるかと思うんですけれども、今日はこの呼吸不全をできるだけ簡単に皆さんにレクチャーしていきたいと思います。それでは本日のバズレクチャースタートです。皆さん呼吸不全って聞くとどうしてもちょっと覚えることが多くて難しいイメージ感じることないですか？それでちょっと苦手なイメージから勉強めんどくさいなと思ってちょっと勉強するのを控えてしまったりっていう方いらっしゃるかもしれません。でも呼吸不全って実は大きく分けると2つだけに分けることができます。そもそも呼吸不全って何だっていうところなんですけれども、動脈血中酸素分圧 PO2 と呼ばれるものが 60mmHg 以下になること、これが呼吸不全です。なんかちょっと難しい言い方ですよね。もしかしたらあんまり血液ガスっていうのを病棟で測らない人だと PO2 っていう言葉聞き慣れないかもしれません。すごく簡単に言うと酸素の値が下がっている状態、これが呼吸不全です。ちなみに PO2 が 60mmHg っていうものは普段皆さんが測っている SPO2 サチュレーションモニターだとだいたい 90% 程度というふうに言われています。この呼吸不全というものが酸素が低いというふうに言いました。この低酸素の状態の呼吸不全を1型呼吸不全と言います。酸素が足りないので場合によっては酸素投与が必要になります。実はこの呼吸不全というものは1型だけではなく、もう一つ2型呼吸不全というものがあります。これは何かというと、先ほど紹介した低酸素にプラス高二酸化炭素結晶 PCO2 と言われるものが 45mmHg 以上の状態、これが2型呼吸不全というふうな状態です。酸素投与だけではなく換気が不十分、しっかりと呼吸ができないことで二酸化炭素がたまります。そのため場合によっては人工呼吸器なので換気する必要性があります。今お話してきた通り1型呼吸不全にプラス高二酸化炭素結晶で2型呼吸不全です。1型2型というふうに聞くとそれぞれ別のもののようなイメージが湧くかもしれませんが、どちらかというと1型呼吸不全にプラス高二酸化炭素結晶なので重症化しているようなイメージですね。なので型っていうと全く別のものが2つあるようなイメージを持たれる方いらっしゃるかもしれませんが、そうではなくてレベルアップや進化したようなより重症なものが2型呼吸不全というふうになります。ここで呼吸不全の原因ってっていうところなんですけれども、まあ、1型2型の呼吸不全になる状態って何か皆さんもいっぱいありそうですね。なんか疾患もたくさん覚えないといけなくていっぱい勉強するからめんどくさくて、結局2つだけって言っても覚えること多いんでしょうということで学習意欲が湧かない方もいらっしゃるかもしれません。でも実はそうではなくて低酸素の原因って大きく4つ、そして高二酸化炭素結晶の原因も大きく3つだけに絞ることができるんですね。覚えることがいっぱいあるとちょっと覚えづらいなってことで勉強する気なくなるかもしれないんですけど、4つと3つだけってなるとそれならちょっと勉強してみようかなというふうに皆さんなっていただければ幸いです。ではこの呼吸不全何を勉強しないといけないか図式化してみたので見てみましょう。これだけ呼吸不全ということで低酸素の状態は1型でも2型でも低酸素の状態です。この低酸素の原因というものは大きく4つに分類することができます。肺胞定換気、拡散障害、シャント、VQ ミスマッチ、そして換気不全になって二酸化炭素結晶になってしまう2型呼吸不全の原因になるものは閉塞性、拘束性、そしてこの閉塞性と拘束性、そしてこの両方の性質を持った混合性という3つに分類されます。このこれだけ呼吸不全ではこれがそれぞれどんな状態かを解説し、皆さんがあ呼吸不全ってそれだけなんだっていうふうに頭の中がクリアになるようなレクチャーをしていきたいと思っています。授業の途中ですいません、少し宣伝させてください。呼吸だけではなく循環もちょっと苦手だな、勉強したいなっていう方は私たち本を作成しました。看護師10年やって思った3年目までに知っておきたかったこと循環器の超基礎ということで、今 Amazon の Kindle で販売をしています。概要欄から Amazon ストアに飛ぶこともできます。ただ中身がちょっとわからないよっていう方もいらっしゃるかと思うので概要欄に同様に試し読みもできるようになっています。試し読みも、かなりの量を読めるようになっているので、もし読んでみて全体を読んでみたいなという方はぜひ一読していただければ幸いです。800円で、購入しやすい金額にもなっているのでご興味ある方はよろしくお願いします。はい、本日のレクチャーでは呼吸不全についてやりました。呼吸不全の原因は大きく2つだけです。それぞれの原因も3つと4つだけ、意外と少ないというふうに分かっていただけたと思います。次回からこれだけ呼吸不全ということで
先ほど示した図からそれぞれの低酸素そして高二酸化炭素結晶の原因をレクチャーしていきたいと思います。続きが気になる方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。また本日この動画で使っているスライドはインスタグラムの方でも確認できるので、もうちょっと細かくスライド見たいなという方は概要欄からインスタグラムの方も見ていただければ幸いです。本日のレクチャーは以上で終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。